はい、どうもマナマンです。今回は北斗の拳上級に挑もうと思います。アカソニアパーティーで行きます。おー、めっちゃかっこいい。北斗の拳っぽい。実際のミュージックっぽい。主題歌っぽい感じのやればいいかな。そこでためにバトル音しかないから、あんま減らんダメージどんなのかな。何も食らうでしょ。7000てかめっちゃやばい。2ターンあるからいいけど、やばい。マジなのか。毎回人数を減らされるのかこれ。ダメージが分からないかな。まだ。かわいい。色作ってくれるじゃん。ありがたいけど。どうしようかな。倒していくか。これでどこまで減らせるのか。ああ、倒した。落ち。一応、どこ。全力でいった方がいいかな。結構柔らかい。思った以上に減るぞ。バインドがマジで回復あるからいいけど、これで解除8000か。もう一旦耐えてぶっちゃったらいい。なると結構めんどくさいな。斜めが出てる。早くね。これで倒して。次進もう。強敵マーク出たんですけど、ちょっと待って、バトルさんや、次ボスやのに強敵マーク出てきちゃった、来ちゃったよ。どうしようかな。回復込みで火を作るの忘れた。変換使うしかない。強敵マーク出てるからもう倒さないとしょうがない。これが限界。さあこれでどんだけいく。いけ、よし、いけボス。強敵はこのパーティーで結構安全にいけるかも。ちょっとダメージ痛いね。
ラーネ7000。将棋は結構楽っぽい。コンボ決まる。で回復できてね。なに？あぶね。あぶね。99% 攻撃か。まあもうここまで減らせばいけるでしょう。多分これでもうしまいでしょう。あー繋がってもうた。最悪や。しょうがない。これで倒せるでしょう。なおな、落ちない落ちない。まあ超級はまずクリアできましたね。よし、では今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。